今日の台所錦市場でお買い物プロのおすすめ、今回は鮮魚の錦大丸さんに伺いました。こんにちは。あ、こんにちは。はい、2月ちょっと寒いですね。ねえ、この季語は嬉しいです。はい、そうですか。はい、はい、さあ、あの季節の、はい、魚いろいろあるかと思うんですが、はい、教えてください。はい、今やったらね、クモコ、クモコ、タラ、タラから出るタラの、はい、白子、はい、これはポン酢で美味しいですよ。そうですか。はい、お酒に合うし、はい、あのこれ生でごま食べてもうたりね、茶蒸しに入れたり、料理屋さん、美味しそう、料理屋さん茶蒸しにもやるとかですね。はい、茶蒸し以外に天ぷらとか、天ぷらも何でもいけますね。何でも生でいけたら何でもいけます。あ、そっか。はい。あと柿。はい。それからこちらが広島の柿。はい。4個入りで、500円。安い。安いんじゃないですか。生食用。あ、そうですか。綺麗ですね。はい。綺麗なもんですよ。生でいけます。はい。それから、おなじみの、あの、はい。節分は終わりましたが、はい、たこういう恵方巻きですか。はい、あ、美味しそう。中に、中にこういうのも入ってます。マグロ、トロテッカ、トロキュウリと、はい、はい、トロキュウ、はい、いいですね。はい、それが丸々1本でいくらですか。丸々1本で1200円。1200円、安い。半分が600円。半分が600円。はい、そうですか。これはなかなか美味しいですね。はい、大好きです。はい。物足りない人は、物足りない人は、どんぶりはね、そしてあの4種類入ってます。トロとタイとサーモンとモンコイカ。トロ、サーモン、モンコイカ。はい、トロと。はい。これ注文できるんですか。そうです。これで注文したらすぐできます。あ、そうですか。はい、これはサーモンばっかりの、どんぶり。結構外国の方はサーモン、サーモン人気ありますよね。サーモンとマグロばっかり隣で頼んではる方が、はい、人気ありますね。はい。そうですか。はい。これが大体お値段が1800円、丼の4種類が1700円。はい、これお持ち帰りもありなんですか。お持ち帰りしてもらってます。いや、嬉しいですね。はい、行きますよ。はい、はい、それからもちろんこの、あのうなぎ巻きとか、はい、サバ寿司、今日はサバ寿司たくさんありますね。はい、そうですか。そしてうまきを買って帰るともう、はい、これで言うことなし。はい、そうです。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、美味しいものばっかりの錦大丸さんに今日はお話を伺いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。